はい、どうもセイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。本日ついにやりますか、僕の一番嫌いなイベント。武器ガチャが来てますね。ビリー14武器ガチャ、この嫌いなイベントを、やっていこうと思います。いやね、これねちょっと迷ってたんですよね。っていうのも、まあ、ダイヤが今3万6000で、やっぱバースが来てるからね、このバースで仮にバース取るとしたら、まあ最低でもね2万ダイヤはかかると思うんで、まあ3万ダイヤぐらいで見てた方がいいですよね、武器も込みで。なんで、このバースのこと考えると、やっぱビリーの武器ガチャでもし天井行ったら、ダイヤもなくなるしっていうふうに思ってたんですよ。でビリーのね、あの武器破片もね、結構溜まってるので、これね、ビリーの武器破片ですけども、昨日ね武器ガチャ2回だけ回したんですけど、これ75枚ね溜まってるんですよね、溜まってたんですよ。ってことはあと25枚で、武器取れるから、あの覚醒セットを待っとけばかなりね安く、手に入るんですが、まあでも覚醒セット待っててもね、いつ来るかわからんし、実際このチャン後半なんかね全然来てないんで、覚醒セットなので、もう今回はね、もう回してしまいましょう。もう限定武器ガチャね、これもう回してビリーをね S マックスに、したいと思います。ここのもうこれ完全に全裸待機なんで、やっていきますかね。もう、ほんまはね、ほんまは回したくないんですよもうマジで回したくないんですけど、この S マックスにするために、ぜひね武器ガチャ神引きを狙っていきましょう。でまあ、武器破片で100集めれたらいいので、まあ、多分天井に行くまでに100は溜まるかなと思うんですけど、まあそこも引き次第になってくるんですけど、あと24枚この武器破片取れば100溜まりますから、まあその回数次第では途中でやめると思うし、まあそこはね、どっちかというとこの武器破片狙いでね、やっていこうと思います。では行きますかね、武器ガチャ。メンバーですね、今回一応ね、やってます。今回も願掛けメンバー、このねギースの上司を置いて、このビリーを置いて、でこの宿命の敵ですよね、テリーは、ビリーとテリーのライバルやと思うんで、ライバルライバルか分からんけど、戦ってましたよね原作で。なので、このメンバーなら必ず、神引きできると信じてるんで、行きますか。昨日2回だけ回してるんで、まあ、回数はあんま関係ないかな。今回は武器破片を取りに行くっていう感じなんで、まあ、早くに武器出たらもちろんいいんですけど、多分天井行くまでにさすがに武器破片は、あと24枚ね集まると思いますから、まあ、どちらかというとこの武器破片を大量に取っていきたいですね。じゃあ行きます、ガチャしましょう。行け、さあ行け、出ろ。おお、この1ですけど、今回はこれ5とかたまに出るんで、まあ5が出まくってくれたらいいですよね。さあでは行け。もうでも破片出る前に、武器出てくれてもいいですけどね。もう 4,5 回でポンって武器出たらね最高なんですけど、さあ行け。うわー、いやー、もうこのイベントマジで嫌いやわ、ほんまもうダイヤがね簡単になくなっていくからね、マジでほんまに豆腐みたいにダイヤ溶けていくから。おっと、はいはいはい、武器破片かい。卵が出てますけど、さあ、これは剣闘本か。剣闘本いらんな。剣闘本前もなんか出てきていらんな言うてたけど、武器破片が全然出ないね。79しかない今んとこ。さあ出ろ。おお、いいね、2枚出た。うん、もう回数はね数えんとこ。ただこの復刻武器ガチャって途中でボーナスでね小判がもらえるんで、それを考えると結構ねコストもかから低いので、おお、ああびっくりしたわ。てか武器破片が少ないな。お、第一バッジいいよ。第一バッジはめちゃくちゃ使用してるんでね、僕は。さあ、では、もう何回目か分からんけど、10回ぐらい回してるかな。いけ！あれ？あー、万能あるか。いや、武器破片全然出えへんな。こういう時に限って武器破片全然出ない。これ、今84。少ないですよね、今回。前回結構出たと思うんですけどね、なんかの武器ガチャの時に、この破片が大量に出てたんですけどね。いやー少ないな今回。5とか出てないもんな。1とかばっかやな。マジか。さあもう武器出てくれていいよ、破片じゃなくて。来い！うわー。あーでもね、この卵は結構出てる。テコンドーは、チャン後半ね。まあ、チャン後半もテコンドーいらんかな。結構集まってきてるんで。今何ダイヤ使った？
何回回したかな、ちょっとわからない、1万ダイヤぐらいですね今多分。1万ダイヤぐらいで、ってことは10、いや15回ぐらい回してるってことか。さあでは出ろ、破片いっぱい出ろ、破片、いや破片少ないわこれ。5とか出てよ、たまに5とか出るでしょ、来い。うわー、破片も出えへん、全然出えへん。いやーマジか、破片の引きが弱い。今なんぼや、あと10枚や、10枚っすよ、全然出てないよね。来い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 。もう何回か分からんけど、だいぶ回してる気がする。あと8枚武器破片、5とか出えへんかったこれ。出ろ、よし3、いいね、3はいいよ。そして卵も出ている。美少女バッジかいらんな。もともと何ダイヤからスタートしたかな、3万6000ぐらいかな。じゃあ行きます、もうでも武器破片でモースが集まる。3031、あと4枚、あと4枚です、武器破片で武器が取れる。さあ出ろ、おっ、あと3枚。なんやこれなんやこれ。今回なんか斬新やぞ、武器破片を集めに行ってるっていうね。あと2枚。もう一発で出て、2枚出てくれ、2枚。あー、あと1枚。次出るんかな、次出るんかな。さあ最後かなこれが、入れたー。100枚集めた、100枚集めましたね。もともと開始が多分3万6000ダイヤぐらいやったんで、ちょっとね計算してきます、何回回したかちょっと計算してきますね。今ね計算してきたところ、昨日2回回してるんですよね。で今日が24回回してました。なんで合計で26回、回して武器破片を、25枚取ったんで、まあ大体あれか、1回につき1枚っていう感じですかね。なので合計で言ったら1万6000ダイヤぐらいで、集まったんで、まあ良しとしましょうかね。前回あのビリー来た時に武器破片を最後まで買ってたんで、まあ、それでね思ったより安く取れたっていうね感じなんで、もうこれ以上はね回さないですよ。あと6000か7000ダイヤぐらい使ったら天井なんですけど、もういらないよね。武器2個覚醒できるんですけどね、まあでもさすがに7000ダイヤでそれはねやめとこうと思います。ってことで、武器合成していきましょうか。本体はね出現しなかったけど、もう多分天井行くと思うんでね、なんで今回はこの武器破片で解放していこうかな。どれや、ビリーの、武器これね、来ましたね、合成できますよ。さあ火炎三節痕の、魂合成したー、出た武器、合成で武器を取っていく。斬新でしょ。これで、ビリー S-MAX ね、啓蒙はもういつでも開けれます。さあではこれで S-MAX ビリー啓蒙解放したー、限界突破。いやいいね、非常にいいね。うん、これはねこれ強いからね、やっぱりあの火力も上がるし、やっぱ怒り上げが強いんで、見た目もね大幅に変わるから、まあこれはぜひね開けておきたい、開けておきたかったかな。まあなんとか今回、達成することができました。はい、今ね編成をね戻してきましたが、ね編成ですけどね、どうしようかなと思ってて、まあ前まではチャンコーハンここで、オロチクリスこういう感じだったんですけど、今回ねビリーを S-MAX にすることによって、このビリーをね後ろに置いてみようかなとね思ってるんですよ。でチャンをまた前に戻して、でこのマキシマの後ろにこのビリーをね置いてみると、まあどうなるんかなと思って、この編成でね一回やってみたかったんですよね。でビリーの必殺って S-MAX ってあの怒り上げがありますから、一ターンに1回しか怒り上げできないんですけど、まあその効果もあるから、やっぱ後ろに置いて火力も出していくってなると結構ね面白いんじゃないかとね、思うので、まあ、これで一回行ってみようかな。まあもちろんオロクリーが安定するとは思うんですけどね。まあでもビリーもやっぱ硬いから前に置く方がいいかもしれんけど、まあ後ろで使ってみるっていうのもね、まあ一つの楽しみ方としてはありなんじゃないかと思います。ではこれでね、アリーナバトル行こうと思います。今回ね、そうやね、ナンダイさんがね、バース入れてます。で、もうね、今日さっきですけどね、武器取って消耗まで上げてますから、今回ナンダイさんにね行こうと思います。でビリーもねナンダイさん S-MAX にしてるんで、まあ、だいぶ仕上がってきましたよねナンダイさん。このチームもほんまに、あとはデュオロンを、
ギースとかにしていくんかな、まあ、キムはね愛着持って使ってるので、買えないと思うんですけど、まあ、ゆくゆくはやっぱギースをね欲しいって言ってたんで、このデュオロンがギースになれば結構ね完成されるんじゃないかと思います。じゃあ今回南大さんにね行かせてもらいます。ではビリーに S マックスデビュー戦行きましょう。ビリーをやっぱ後ろに置いてることによってどうなるのかを注目していきたいかな。さあ先制取ってるんで、ラルフ Z バルカン打って、ビリーはショターンに打てますよね。マキシマが前から前で打つんでショターンに打てますよ。さあいきなりもうカウンターで再起の HP がない、全部減らされた。キモのカウンターですね。さあここマキシマ打って、このビリーの必殺でさらにマキシマがゲージマックスにならなあかんけどね。このチャン後半で、怒り上げはいけますね。この怒りの量やったら、ビリーが打った時にマキシマがもう一発打ちます。さあオロクリも打っていく。さあビリーの前にさらにマキシマ2発目や。あこうなるとマキシマもう一発打てないんじゃないかな。どうかな。あいけるかな。これならいくぞ。 S マックス来た。うおいいいね。うおー、これでさらにマキシマがもう一発打ちますね。これでビリーがもう一発打ってくれたら一番いいんですけど、それはさすがに、ああ、たまった。いいね。ビリーが初ターンから2発目打っていく。うおー、かっけえね、これ。かっけえし、ダメージも高いし、なかなかいいんじゃないかな。さあ、でもバースが、南大さんのバースが麻痺入ってしまいましたね。これ、麻痺は入れたくなかったけど、カイが、麻痺を入れてしまいます。このバースはやっぱね、麻痺とかに弱いっていうのが結構弱点かもしれんね。あ、もう復活入ってますね。うおー、ゾロゾロ復活して、さあこの南大さんも、バースに注目かな。さあデッドリーレイブストライカーデッドリー来て、やっぱね先制攻撃がいかに大事かっていうね、今の戦いこの戦いでだいぶねそれが出てると思うんですけども、さあチャン後半出てきてからのマガキ、いいね。ストライカーマガキは困惑は入ってないですけどね、オメガルガールも出てくる。さあボスパに、磨きがかかってきた。さあビリー来た。 S マックスかっけー、ダメージも、かなり取っていく。さあデュオロンがゲーム音量壁、後列のビリーはビリーバーンがどうなるのかなっていう感じもねしますけど、さあ砲脚からのバース来ますね。メテオバース来た。ドゥオー、あーでもあれ入ってないね。あの金庫は入ってない。あのデバフ無効にはね入らないっていうね、そこがちょっと残念なんですけどもね。ただ2回目、おっとビリーバーンえぐいぞ。ビリーバーンがめちゃくちゃ減る。2回目の必殺は、デバフ無効にも貫通するっていうね、ことなんで、次のだからメテオバースは金庫入るんじゃないかな。サイスマックス虫けら打って、マキシマ打ちますね。マキシマ打った効果で、ゲージ回復してチャン後半ここでゲージを上げるんですけど、さあサイキかマキシマどっちを上げるか、サイキ上げましたね。さあサナギ破っていく。さあビリー行きますよ。あービリー行く前に、攻守交代で逃げられた。この攻守交代がうまいこと刺さる。ただし僕のチャン後半も攻守交代で逃げれそうな体力ですけど、ビリーがどこに飛んでくるかやね。ビリーその前に再起2発目。さあこれで攻守交代が入る。いやーこのチャンも強いね。やっぱり攻守交代は非常に役に立ちますね。ラルフストライカー出てきて、南大さんのバースを見たいんですけどね。バースが攻守交代によって妨げられてますね。さあ目障りなんだよ。さあアイスマックス、マキシマ行くとするか言うてますよ。さあファイヤー、これでチャン後半を仕留めていく。あ単独2連ですね。これはマキシマが単独2連からの、メテオバースちゃうわメテオバースってあのバースの必殺技ですよね。さあマックス鉄球大暴走。ビリーはまだ生きてますね。ただここでさすがにシールドを張るかな。さあサナギ破っていく。うおー、サナギが大ダメージすぎて、もうほんまにオロクリがね、もうほんまに凶悪やな、これ。大ダメージすぎるよね、サナギが。さあ、さらにサナギ2連。サナギ2連はやばい。バースが2回目の復活入りました。いやー、やっぱサナギがね、すべてをぶっ壊してるっていう感じもね、しますが、南大さんもサナギなしで、でもほんまにようやってますよね。このボスパーティー。サナギがいたら、これ南大さんに多分普通に負けますよね、どう考えても。さあ、再起出てきて、S マックスになっているマガキ、ファントムスフィア。おお、マガキの、必殺によってマガキを呼び出した。おもろいな、これ。さあ、オメガルガールも出てくる。ボスパーティーが見た目がすごいね、これ。見た目がかっこよすぎる。めちゃくちゃかっこいいやん。このやっぱ、デュオロンがギースやったらね、すごい絵になるっすよね。さあ、デッドリーレイブでオロクリを倒す。メテオバース来た。メテオバース、金庫入ってますね。チャンコンハに対して金庫が入っている。これは、消耗開けてたら、
あれですね、金庫をランダムで1体入れるっていう効果があるんで、おお、これ金庫、あ、マキシマに入った、すごいな今の。チャン後半の金庫がマキシマに移るっていうね、消耗効果によって、すごいねやっぱ、バース面白い性能やな、やっぱり。さあドナイア打っていく、しかもバース硬いからね、今2回復活してさらに HP 満タンありますからね。さあマキシマ打って、ビリーは凍ってますね、うちのビリーが凍ってる。このチャン後半も、これは金庫によって動けない。おお、マジか、ビリーも凍結してるし、っていうかビリーの凍結何これ、何の凍結やろ、ちょっとよく見てなかったけど何かによって凍結されてる。サイスマックスコスモ打って、ビリーやばいか、そろそろビリーがやばそうですね。ゲーム怨霊壁、さあバースがまだ打ってきますね。ここはバースは必殺は、あ、打ってきた、やっぱりメテオバース。さあこれケンスに来たHP が一番高いものに来るから、ケンスに飛んできました、まさかの。さあただこの消耗効果で、あ、やられたわ、ケンスがやられて、どこに移ったかな今、消耗効果でこのランダムで移るっていうね、性能があるんですけども、ちょっと、どこに移ったかわからない。サイスマックス、虫キラ打っていく。いやバースしぶといね、まだ生き残ってますよ、後列の一番最後に置いてるけどまだ生き残ってます。さあここはマキシマ打って、たださすがにバースも、これだけ殴られるとやばいかな。スマックス、マキシマも暴れている。マキシマもやっぱ生き残ってたら強いね、極端なキャラなんですけど、生き残ってたらほんまに強い。ただ初ターンにやられることも、多々あるんで、まあ、そこはほんまにこの先制値の兼ね合いとか、相手にもよりますからね。チャン後半、さすがのバースもこれだけ殴られると厳しいか。ただバースの活躍によってこっちもかなりね壊滅してますけど、あー、これは再起が必殺が打てない。さあマキシマはもう一発打てるんで、ここは厳しいか、さすがに。まあオロクリがね、やっぱりどうしてもオロクリが強いんですが、ただバースの活躍もねしっかり見れましたね。さあサナギを破りでとどめを刺していく。あー、まだあったまだ復活あった。 S マックス、ビリーはでもあれですね、後列はやっぱりしぶといね、こうもともとしぶといんですけど、後列やとさらにしぶといので、この後ろ置きっていうのもね、この候補としては、ありなんじゃないかと思いますが、さあラルフでフィニッシュ。いやビリーなかなかいいっすね、火力も出てたし、やっぱ怒り上げが強いね、なかなかねビリーは気に入ってます。でこの限定武器ガチャですけど、やっぱねこの消費のとこに、小判が取れるんで、これね小判が合計で7000ぐらい取れますから、50回と130回のとこで、これ合計したら小判7000ぐらいバックされるんで、まあ、それ考えたらねかなりコストがいいので、まあ、ビリーとかホタルで迷ってる人は、まあ回してた方がいいんじゃないかとね僕は思うんですけどね、まあ、小判がバックされることを考えるとやっぱコストがね、かからない、低めに取れるんで、結構おすすめではあります。でバースは明日までかな。これねバースはね僕迷ってるんですけどね、まあ、一応明日、決断しようと思ってます。この連続消費イベントもやりながら、やるなら明日かなと思ってるんで。では今回は、こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。